変わったの分かりますか、ね、薄く水色になるんで、それでクリックしていただくと、はい、さあ行っちゃうよ。はい、皆さんこんにちは、セナです。今回ですけども、カーテンウォールツールについて詳しく説明していけたらなと思います。それでは早速ですが、やっていきましょう。まずカーテンウォールツールのデフォルト設定から見ていきましょう。これですね、こちらです。こちらのいつも通りデフォルト設定を押しましたら、こんな感じでね、出てきますよね。結構細かいことを設定できまして、まあ境界フレームどこにするのかであったりとか、まあ、もちろん表示フロアとか、まあ、これは普段通りですよねとか、まあ厚さとか角度であったり、あと細かいとこって言ったら、このスキームフレームパネルとか接合部属品、ここら辺ですね。ここら辺も結構好きにね、付属品何をつけたいのかであったり、まあ、接合部をどういう形にしたいのか、まあ、この空き角の場合はこれだけなんですけど、であったりサブパネル、メインパネルをそれぞれどうするのか、ここら辺選べるんですけど、ドアとかね。でもこれドアとかにしちゃう、デフォルトでドアにしちゃうと全部がドアになっちゃうんで、そこだけはちょっと考えてやってください。サブパネルもですね、こんな感じで選べますと。でフレームですね、フレームもこんな感じなんですけど、ここですね、今この状態だと斜め表示しないようになってるんですが、このフレームも、まあ、こんなにいろんな種類があるんで、お好みのものを選択していただければいいのかなと思います。はい、それ以外はスキーム、スキームはまあこれの幅ですね、間隔、1枚のガラスの間隔をどれぐらいにするのかっていうなどをここで設定できます。その他はいつも通りここを押していただくと、あ、間違えた、カーテンウォールシステムでこの星、お気に入りのところを押していただくと、カーテンウォールのところでですね、こんな感じでいろいろな種類が出てきますので、まあ、それを選択していただければいいのかなと思います。はい、その上でですね、一度僕のツイッターの DM に質問が来たんですけど、まずカーテンウォール立てますね。一旦1階に立てようかな。じゃあ、こんな感じで、例えばですね、こんな感じでカーテンウォールを置いたとします。でカーテンウォールがある場所にドアとか窓を作りたいっていう質問をいただいたことがあります。まあ、それについてね、まあ、その方にはもう個別でお教えしたんですけど、それについてちょっとお話ししていきますね。まずですね、カーテンウォールとか手すりとか階段とかですねは、クリックしていただくと皆さん分かると思うんですけど、編集というのがありまして、この編集を押しますよね。じゃあその、まあ言うたらもうそいつの世界に入っちゃうんですよ。中二病みたいですけど、そいつの世界にまず入っちゃいまして、その入った状態だとこんな感じで細かいところを選択できるんですよね。普段だったらできないんですけど、この世界観に入っちゃうとこういう設定ができます。でその状態でですね、まあこういう、フレームをなくすであったり、もうパネルをなくすであったりとかもできまして、あと環境をなくすと、もうこの周りもなくなっちゃうと、ほんまのこいつだけになっちゃうよっていうのとか、まあ、できたりするんですけど、まあ、その上でどう作りたいときどうすんねんと言いますと、あ、今設定なくしちゃった、ごめんなさい。編集をしまして、ドア、例えばこの 1,2,3,4,4枚をちょっとでかい、まあ一旦じゃあ3枚にします。3枚、この3枚いらないよと消しますね。でこのフレームもじゃあいらないですよね。こいつらだけいらないとってなりましたら、その状態でですね、ここにドアを入れたいと。じゃあドアをどうやって入れんねんと言いますと、先ほどありましたよね、このパネルツールですね。パネルツールでここですね、アクション出る間に、はい、このパネルツールですね。パネルツールの中にこんなにいろいろなものがありますんで、好きなものを選んでください。今回だったらドア回転選ぶかな。で選んだ後にここに行くと、ちょっと色変わったの分かりますかね、薄く水色になるんで、それでクリックしていただくと、はい、もう完全にこの空いてるところに合わせてその今選んだものを入れてくれると。じゃあこれよく公共施設とかでね、よくはないか、外国でよく見るんかな、ドラマとかで入り口が出来上がります。
その他も普通のドアであったりもあるんで、はい、例えば両開きドアだったらこんな感じですね。で、いけますんで、まあこれの細かい設定に関しましてはこんな感じで普通の開口と一緒のようにできます。これも MVO に依存になっちゃってますから、もう省略っちゃう、詳細とかしちゃって、まあ開口設定、例えばこれをね45とかにしたらこんな感じで開いてくれることもできるんですよね。まあ、あのアーキーキャドってこういう細かいことができへんと思ってる方結構いらっしゃると思うんですけど、意外とこのデフォルト設定ではないですけど、この設定部分でここら辺で何でもできるんですよね。例えばこういうほらハンドルとかを作ったり、もちろんこんなことだってできます。はい、ハンドル作ったりね、ナッチつけたりね、あとマテリアルですね。普通のドアとかだったらね、マテリアルがなんかもう暗くなってて、なんかサンドみたいになっててね、なんか見づらいとか、なんかドアっぽくないから 3D でレンダリングした時もダサくなるとかあるんですけど、そういうのも全部設定できるんで、まあそこはしっかり見ていただいたらいいのかなと思います。はい、ということでね、今回はカーテンウォールについて、詳しく説明していきました。この他にもね、まあまたわからないことあったらどんどん DM いただいて、 DM でもいいですし、もちろんコメントでもお教えしますので、まあよろしければこの動画がいいなと思いましたら高評価チャンネル登録よろしくお願いします。今回の動画は以上になります。ありがとうございます。